アメリカ空軍 IFO-21 便墜落事故とは1996年4月3日にクロアチアのドゥブロブニクに向かっていたアメリカ空軍の CT-43 がドゥブロブニク空港に着陸侵入中に墜落した航空事故である。この事故で当時ビル・クリントン政権でアメリカが衆国商務長官を務めていた。 ドナルド・ハーモン・ブラウンらをはじめとする貿易施設団ら35名、全員が死亡した。事故機と、ほぼ同景機の t 4 3 9 9 6年4月3日、アメリカ商務長官、ロン・ブラウンをはじめとするアメリカの貿易施設団は、事故機に登場し、ザグレブ国際空港から一路ドゥブロブニク空港へ、向かっていた。しかし、ドゥブロブニク空港周辺はこの日の朝から悪天候が、 続き、雲に覆われて視界が全く効かない状態であった。また当時は、クロアチア紛争の終結から約5ヶ月しか経過しておらず、セルビアとの制限空域が設定されており、空中警戒完成機からの指示で迂回することになり、予定のフライトから約15分ほど遅れていた。さらに紛争による、同空港の選挙で、軽機着陸装置などの近代的な 航空保安施設が破壊されており、現代では時代遅れとされていた無思考性無線標識の施設を使用して着陸する方式をとっていた。先に大使を乗せて同地に着陸していた特別機の機長からはダイバーと進言されていたが、パイロットは着陸を強行した。IFO-21 便は空港から 20km 離れたコロセップ島にある 無視向性無線標識の電波を受信し、空港滑走路手前にあるもう一つの標識を目指して最終着陸体制に入った。この事故機には ADF が一つしかなく、空港手前にある無線標識を受信してしまったため、コロセップ島にある方の信号に切り替えて探索して通過した後、管制広報装置を使用した。しかしそのデータに誤差が生じ、 IFO-21 便は正規震度から7度ずれて飛行を続けた。山肌が見えたため急上昇を行うも間に合わず、現地時間4月3日15時前に空港から北東に2 6トル離れた山に激突して大破し炎上した。通信が途絶したことを受けて通信途絶の一報はアメリカ国防総省に通知され、イタリアから 空軍の特殊部隊を乗せたメガヘルツマイナス53、ヘリコプターなど2機が捜索に向かった。だが不運なことに墜落した際に発砲される極超短波を受信するシステムがドゥブロブニク空港には存在しなかった。結果的に侵入経路である海面の捜索を行った結果、事故期発見が事故から4時間半後の同日19時半と大幅に遅れてしまった。 発見のきっかけは、住民の通報であった。さらに墜落現場周辺は悪天候であり、クロアチア紛争の際に仕掛けられた、地雷腹が複数あったため、アメリカ軍病は、クロアチア軍の誘導を受けるしか接近する術がなく、結局現場に到着したのは墜落現場発見から、さらに2時間後のことであった。この時、尾翼付近からシェリー・ケリー軍曹が発見され、病院に搬送されたが、 搬送中の救急車内で死亡した。結果、ロン・ブラウンをはじめ、ニューヨーク・タイムズのフランクフルト支局チーフであった、ナザニエル・シー・ナッシュなどの多数の要人と乗員が全員死亡するという惨事となった。この事故はまさに事故発生要素が積み重なって発生した事故であり、中にはヒューマンエラーとされる原因もあった。事故機にはブラックボックスが搭載されていなかったが、戦術した。 空中警戒感正規のレーダーデータから情報を得ることで原因を解明できた。まず、ドゥブロブニク空港の設備が悪天候下においては非常に貧弱であったことが挙げられる。もともと整備自体はされていたが、1991年にクロアチア紛争の際、セルビア軍による同空港の選挙で完全に破壊されていた。終戦後 NDB による運用は行われていたが、 ILS や VOR、レーダーの設置が当たり前である現代、旅客機運用では時代遅れであった。使用する空港の選定には、アメリカ国防総省の審査と承認が必要になるが、空軍の責任者が例外的に承認されていない空港への離着陸を認めていたことも発覚した。そして致命的なエラーとして、アメリカ国防総省の定める安全基準値をクリアした。 航空図を使用していなかったことが挙げられる。パイロットが使用していた航空図はジェプセンが発行した地図であり、着陸また行の最低効果高度が基準を満たさない地図を使用していた。基準では高度2800フィー。また、戦術の通り、事故機には ADF が一つしかなかったため、二つの信号が受信できなかった。最後に最大の要因である。 完成後方装置を使用した際に、データに誤差が生じたまま飛行してしまったため、墜落に至ったとされる。事故後、国防総省による空軍関係者への査問が行われ、次々と不手際が発覚した結果、空軍幹部2名が更迭され、指揮を取っていた大佐は詳細の降格処分とされた。この事故をきっかけとして、空軍機にもブラックボックスが設置されることとなった。 また承認を受けていない空港への空軍機の着陸は不可能となった。ありがとうございます。